日本共産党は共産主義を目指す日本の左翼組織の一つ。日本共産党から除名された福田正義らが1969年11月に結成した。親、中国系である。最近はロシアにも肯定的である。日教左派、山口左派、人民の保守派とも言う。日本各地に支部を持つが、主に山口県で活動する。 決闘時の政治報告に左翼ナショナリズム色が強い反米帝反売国の愛国正義を掲げる。スターリン主義に肯定的である。1966年6月、日本共産党山口県委員会では、日本共産党中央指導部の自主独立路線をめぐり、県委員長、山田喜一ら中央支持派と県常任委員。 福田正義らの中国共産党路線支持派に分かれて対立した。同9月3日の山口県党第11回県委総会で中央派が福田ら5名を除名し、反中央派幹部を相次いで統制処分にした。このため、聴衆新聞を発行して同志の休護を図っていた福田らは9月30日に日本共産党山口県委員会を結成した。 1969年11月、福田らは日本共産党第1回全国大会を開催し、1922年以来の日本共産党の革命的伝統を継承する唯一の組織と称し、以後、日本共産党中央委員会と名乗った。山口県に拠点を置き、毛沢東主義の立場から中国共産党の調整になぞらえて、山口県を 日本の延安と捉えていた。外して震災翼の学生運動には好意的だったが、連合赤軍は批判していた。1971年9月20日に議長の福田が訪中した際には、周恩来首相に日本の真の革命政党の代表と持ち上げられた。その後、中華人民共和国がアメリカ合衆国と関係を改善すると、 さらに急進的な共産主義国家だったアルバニア派に転向した後、再び毛沢東主義へと戻っている。現在ではフィリピン共産党の子孫派など他国の毛沢東主義派グループと国際的な関係を持っている。ゆとり教育と個性重視教育が凶暴な攻撃的個人主義を育てているとみなす観点から体罰を肯定的に捉えるなどの主張をしている。機関紙や ホームページでは、党は、と党は、務は使わない。韓国について言及する際は国名を書こ書きするなど、独特の表記を用いるのが特徴。かつては新左翼と同様にヘルメットを用いていた。1969年11月30日に採択された第1回全国大会の政治報告では、明治維新以後の戦前の日本は、 絶対主義天皇制の帝国主義国家であり、1945年の敗戦後の日本はアメリカ帝国主義に従属し、アメリカ資本と国内の独占ブルジョアジーによって政治、経済的に支配されている独占資本主義の従属国だと規定した。その観点から、外国反動派のブルジョアジーを批判し、日本人民のアメリカ帝国主義と国内の 反動派との闘争を重視している。また、ソビエト連邦を修正主義、社会帝国主義であると批判し、トローツキズムと日本共産党修正主義はマルクスレーニン主義、もう卓東思想に敵対するアメリカ帝国主義の手先だと断じている。そして、アメリカ帝国主義と独占売国ブルジョアジー双方に反対するプロレタリア社会主義世界革命の一環としての 反米帝、販売国の愛国正義の日本革命を訴えた。日本共産党は日本共産党を文派と規定し、福田はじめ派という用語を用いて批判している。また、日中友好協会理事長などを歴任した宮崎政民は日本共産党をセクト主義として激しく非難した。他に関連しとして徴収新聞がある。 主に長州新聞勤務員などを民主主義と生活を守る下関市民の会推薦の無所属候補として擁立している。1979年の下関市議会議員選挙において民主主義と生活を守る下関市民の会会長の小倉哲郎が当選して以降途中空白期間を挟み表土を踏みまさ、ついで元池太鼓を同市議選にて当選させている。 候補者や議員の動向は人民の星や長州新聞などで詳しく伝えられる。2019年の同市議選では、元池太鼓に代わって長州新聞記者の地娘、元池良子が立候補。3000票以上獲得し、立候補者41人中、第5位で当選した。議会内では会派に所属していない。ありがとうございます。